はい、こんにちは。ピースの渡辺でーす。ちょっと暗いな。電気つけっか。あんま変わんねえな。はい、今日はね、もう今お昼なんですけども、この間、ありがたいことに、やめピースの、やめた、視聴者の方、お客様の方で、ありがたいことにね、お土産で、こんな美味しそうなのもらっちゃったんですよ。油揚げ、これ宮城の有名な油揚げで、今日は健一と一緒に、今ね、シカちゃんちょっと納車業務でちょっといなかったんだけど、健一と二人でこれ、炉端焼き買ってきたの。炉端焼き、これうちのお兄ちゃんがね、よくゲリラの時にこれ持ってくんですけど、これ買ってきて、で、今お昼せっかくいただいたから、これ焼いて食うかっつってね、今やってました。よし、じゃあケンちゃん焼いちゃってくれな。あと焼いて美味しく食べるときにまた取ります。すげえな、これすげえな、めっちゃうまそうなんだけど。2枚ずつしか焼けねえ。2枚ずつか焼けんの。2枚ずつだ。2枚ずつか。もう端っこでよ、ケンちゃんおにぎり焼いちゃうよ。うまそうだな。これ、しんじゃね、しんじゃね、しんじゃね、焼いちゃっていいの。いいで、焼いて、焼きおにぎりとか言ってなんだ、二つしか焼けない。いいべ。今度シェガちゃん一人やんねっか言ったな。シェガちゃんかわいそうだな、うん、最近シェガちゃん外回り多くてな、うん。キャンター業務なくてキャンター業務だ。キャンター業務、そうだな、最近な。昨日のケンジちょっと行ってきたからな。お酒先いいね、いいよ。いや、しかしありがたいね、美味しそうなのいただいちゃって。あ、サンキューサンキュー。あれ、醤油はケンジ見して。はい、お刺身醤油。私醤油、甘い醤油の方が好きでね。それはちょっと甘みあると思うんだよな、たぶん。これ刺身醤油、甘いと思うんだけどな。このみりんとか入ってんだよね。この方が食べて美味しくてね、醤油。うん、まあそう焦らずに。おめえ、今乗っけたばっかで焼けてねえよね。健一よね。そんなに痩せんな。いいな。よし。結構なんかいい感じに焼けてきた。いいね。こっちまだ。結構硬いね。パラパラになるの。食ったことないから。これ宮城で、あれなんだべ。サンドウィッチマンの伊達さんとかが、なんかこうテレビで。公開してたとかなんか言ってるな、お客さんな。すごいよね、これ。ありがとうございます。けんちゃんと美味しくいただこうと思って今やってます。撮ったね。撮ってたよ。これもういいのかな。いいんじゃない、ね、普通って言ってるよ。食レポがいいんじゃないで、あ、はいはい、食動画だからな。うまい。もう焼いて出てる。よし、すごい大きな厚揚げ。厚揚げなんつうのこれ。油揚げ焼き上がりました。醤油垂らしてました。いただきます。うめえ。
あ、うめっ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 、これはうまい、よいしょ、はい、で、土曜日、今度の31日の時健一が午前中いないんで、私がうちの嫁さんも子供ネーズで午前中いないです。なんで一人で私午前あのピースやってます。タイヤ交換動画が今度の月曜日じゃなくて土曜日はちょっと難しいかな、午前中はな、な、もうここから出てくる。交換だったりとか、もしご希望の時に何かあるときはここからでぜひぜひぜひご相談ください。なあ、うん、おめえいかんな、俺はもう一回食べよ。ただピースはやってます、私はいます。電話で車のお問い合わせとか相談というのは私がいるんで、これはできます。あとは今からシールに作ってもらうとか、デザイン自体は終わったから、まあ全部出来上がってから見せるから。あれ出演料とかないのか、もらえね、お前の食ったべて、おにぎり、これはこれはもらったやつだからな。これはもらったやつ、これが俺買ってきたやつ。これがケンイチの YouTube で、 YouTube じゃねえや、今回そうケンイチのキャラクターを作ったんですよ、ピースで、それのまあお前のキャラだから。焼きおにぎり散歩。ありがとう、俺焼きおにぎり散歩。油揚げ美味しかったです。あ、ビッグガレル、ごちそうさまでした。うわぁ、ほんとは食いすぎだな。ちょっと一回しとく、じゃあお昼に住んだべ、お昼に、お昼に何分だ、20分、ちょっと休憩してくれたな、片付けっかりいいわ、うん、了解、よし、じゃあ、今日のピースのお昼時間でした。けんちゃんは今からお昼寝をします。私もちょっと今事務所の方でコーヒー飲んでちょっとふーって一息ついてから午後の仕事やります。バイバイ。